ジェイコブ・マイケル・スモリンスキーは、アメリカ合衆国入りの異州ウィネベーゴ軍ロックフォード出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2007年の MLB ドラフト2巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、6月11日に契約。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズで、プロデビュー。28試合に出場して打率。305、1本類だ。 16打点、7盗塁を記録した。2008年はまず、A 級、ヘイガーズタウンサンズでプレーし、50試合に出場して、打率、261、4本塁打、22打点、1盗塁を記録した。8月から、ルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズ、8月11日から、A、A-9 バーモントレークモンスターズでプレー。 A-9 バーモントでは24試合に出場して打率3069打点4盗塁を記録した2008年11月11日に女子ウィリンガムスコット・オルセントのトレードでエミリオ・ボニファシュを PJ ・ディーンと共にフロリダ・マーリンズへ移籍した2009年は参加の A 級グリーンズボロ・グラス・ホッパーズでプレイし77試合に出場して打率 283、7本打、三31打点、2盗塁を記録した。2010年は、A 級ジュピター・ハンマー・ヘッツでプレーし、109試合に出場して打率、264、5本塁打、51打点、8盗塁を記録した。2011年は、A 級ジャクソンビル・サンズでプレーし、116試合に出場して打率、245、7本塁打。 36打点、6盗塁を記録した。2012年は A 級ジャクソンビルでプレーし、112試合に出場して打率。257,7本塁打、42打点、9盗塁を記録した。2013年は AA、A、級ニューオーリンズゼファーズでプレーし、95試合に出場して打率。258,9本塁打、31打点。 8投類を記録した。オフの11月5日に FA となった。2013年11月18日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2014年は参加の AA 級フリスコラフライダーズで開幕を迎え、6月に AA 級ラウンドロックエクスプレスへ昇格。7月7日にレンジャーズとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 同日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。7回裏にレオーニス、マーティンの代打として出場したが、三振に終わった。8回から左翼の守備につき、この日は2打数無安打1三振だった。7月22日のニューヨークヤンキース戦で自打球を足に当てて骨折の後、9月に戦列復帰。この年メジャーでは24試合に出場して打率。 349、3本類打、12打点を記録した。2015年、レンジャーズでは35試合に出場したが、打率、133、1本類打、3打点、1盗塁という成績で、前年から打って変わって、大不振に陥った。その後、6月19日に、ィーフとなった。2015年6月21日に、ウェーバー工事を経て、 オークランドアスレチックスへ移籍した。アスレチックス加入後は41試合に出場したが、打率は224だった。2チームトータルでは76試合の出場で打率、193、6本塁打、26打点、1盗塁という成績だった。2016年はガイアのユーティリティープレイヤーとして起用され、99試合に出場して打率。 238、7本類打27打点、1盗塁を記録した。2018年のレギュラーシーズン終了後の10月12日に、マイナー契約で参加のトリプル a 級、ナッシュビルサウンズへ配属され、16日に FA となった。2018年11月7日にタンパベイレーズとマイナー契約を結び、2019年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕をトリプル A 級ダーラムブルズで迎え、2019年7月2日、FA となった。2019年7月9日、不審により退団したクリスチャン・ベタンコーとの代役として、韓国プロ野球の NC ダイノスと契約したが、同年限りで退団。ありがとうございます。